さあ場内から声がかかります。日本の浅田真央、12番浅田真央さん、日本。2年ぶり2度目の優勝を狙う浅田真央、前回のフランス大会では強気になれずに失敗したくないという気持ちに少し負けてしまいましたという話をしていました浅田真央。この2週間でどこまでそのジャンプ、得意のジャンプを矯正してこられたか。ドビッシーの月の光です。最初の3回転3回転のコンビネーションジャンプ、トリプルフリップからトリプルループ、非常に高さがあって良かったですね。そして2つ目のルッツ、フランス大会ではダブルになりました。トリプルルッツ、これも大丈夫です。少し表情が変わりました。ローリー・ニコルの振り付け、細やかな、非常にこう心の中繊細な動きを表現する振り付け師として今世界でも定評がありますが、ショートプログラム、月の光、明るい月、満月の月、雲がかかった月、三日月、いろんなこう月の光を表現したいと、イーグルからダブルアクセル話していました浅田真央。今シーズンは体全体の動きがいいですね。そうですね、やはりしっかりとトレーニングされている成果が出ていますね。足がどんな動きをして、上半身がどんな動きをしてもぶれないというその力強さがあります。ジャンプ以外でもこういったスピンも非常に綺麗なポジションを取りますし、プラスの評価というのをたくさんもらえますので、これは基礎点にさらにたくさんの点数が乗ってくると思いますよ。はい、何とも言えないほっとした表情です。見事です。わずか2週間でしっかりと修正してきました。浅田真央さんの演技、先ほどのやはり6分間の練習でも、はい、踏み切りを直しているルッツは少し不安があったと思うんですけれども、その不安を見事に跳ね返しましたね。そうですね、やはりこうやって試合で成功させることによって次の試合も楽になっていくので、はい、これは大きな成功だったと思います。まあ、今日他の選手のですね、演技を見ていても、やはり2週間前あるいは3週間前の試合で失敗したジャンプのところで、はい、やはり同じように不安のような形でですね、ミスをすると、はい、やはりこのわずか2週間でその失敗したイメージを拭い去って修正するというのはいかに大変かと、はい、いうことですよね。そうですね、なかなかすぐにできることではありません。はい、しかしそれをやってきましたね。そうですね、やはり先シーズンですとまた2試合も3試合もと同じ失敗が
見られたんですけども、今シーズンはもうわずか2試合目で修正してきましたね。はい、来ましたね。これ最初のトリプルフリップ、非常に高さもあってまっすぐの軸の取れたジャンプだったと思います。2つ目のジャンプの回転は大丈夫ですかね。角度によっては少し足りなくも見えるんですけれども、はい、ちょっと見直してみましょう。はい、あ、見えるかな。あ、大丈夫そうですね。大丈夫そうですね。はい、はい、これがエッジの踏み切りを直しているルッツジャンプ、これも非常に良かったと思います。しっかりとこう小指の方にアウトエッジに乗ってますね。そうですね、やはり先シーズンとは飛ぶタイミングも変えていますので、やはり全てが慣れないタイミングで行わなければいけない中で、よくやはり合わせてきました。そうですね。いや、フランス大会でああいう形でこううまくいかなかったと、2週間でしかしここまでしっかりと矯正というか修正できるもんですかね。そうですね。そしてこのダブルアクセルもイーグルからのダブルアクセルなんですけども、実は1回前を向きますので、はい、入り方としては難しい入り方なんですね。あ、そういった点でもやはり出来栄えの方でプラスがもらえるように工夫してきています。そしてスピンのこのいろんなポジションもですね、本当に多彩になりましたよね。そうですね。そして綺麗ですよね。それとこうポジションを移行するときのこう手の動きですとか体の動きも一工夫ありますよね。はい、ビールマンポジションでのスピン、スコアスピンこの後のこの何とも言えないほっとしたっていう表情ですね、はい、そうですね。あ、場内にこの映像が今大きく映し出されました。浅田さんの得点、さあ得点はどうでしょう。 64.64、 64.64 です。 64.64、 現在の順位は第1位です。キム・ヨナがアメリカ大会でショートプログラム 69.50 だったんですね、はい、あるいはもしかするとその辺の数字も頭にあるかもしれませんが、しかし 64.64、これはいいスコアですね。そうですね、スコアよりも何よりも今日は自信になった演技が良かったと思います。はい。